どうもッ僕もやメガネ関田ですどうも関田マスですお願いします <noise> はい、えー、今回なんですけども第2弾でございますこれだけは覚えておいてほしい新潟県で車を運転するときに気をつけること三条四辺 <noise> はい。あの、前回、新潟市編、ま、ま、ほんとごく一部ですけど、紹介させていただきまして、七福山人国大御用 <laughs> だったんで、今日はちょっとあの、僕の地元、三条市。はい。僕は旧南蒲原郡下田村というところの出身なんですけども、ま、その周辺で、僕個人的に思う気をつけてほしいこと、発表していきたいと思います。はい。まず、1個目。 三条燕インターチェンジを降りた後の「石上大橋地獄に気をつけて!」でございますはいこれ何かと言いますとですねその三条燕インターチェンジを降りて三条市街方面へ向かう時皆さん気を,気をつけていただきたいこれねあの石上大橋という橋を渡って三条市街行くんですけど2車線なんですねはい 2車線になってる道路の左側の方がまあいつも混んでるんですよで右側の方が比較的空いてるだから初めて走る人はねみんな空いてるから右側を走るんですが石上大橋を渡った後その右車線は右折車線右折専用例に切り替わるから気をつけてこれはやばいですよ もう大概の人がもう葉っぱ初めて間違いますから、空いてる方行きたい。なんでみんな立地域に左行ってんのとそれは左車線が最終的にはまっすぐだけの車線になるからだ。右折専用レーンね、右折する必要はないからだということでまっすぐわけですね。で、えー、右折専用レーンに出て、わわ、右折なったんだということで左にね、あのー、車線を変更させてくださいと、すみませんと入れてもらうっていうことが起きるんですね。はい。 だったら最初から左車線を走っておこう。さらに右折をする場合は右側を押すって推測てきけばいいんじゃないかと。いうことでございます。これは本当に、石上大橋渡った後、あって言います、絶対。<laughs> あ、そうだった。あ左とかになっちゃうんで、気をつけて。さあ、続いてでございますけど、続いては。三条の本寺工事のらへんも一方通行地獄だから気をつけて。 これ何かと言いますと、三条市にあります。飲み屋街本寺小路という場所がございます。ま、あこれはもう寺町なんですよね。あ、お寺さんがいっぱいある場所なんですよ。で、そこになぜか飲み屋がぶわーって連なってるという場所なんです。面白い場所なんですけど、あのー、そこの通りまあ、元々やっぱ道細いんですよ。これはね、やっぱり寺町っと元々昔からある区画だからでしょうね。 ええ、あの、車が通る前提でもともと水作ってないですから、ほんと狭いんですけど、な、上に一方通行。しっちゃかめっちゃか。<laughs> 初めて行く人にとってはですよ。僕もあんまり普段そんなね、あの、高校卒業して東京行ってますし、戻ってきてからだったんで、まあ分からずで、どこ走ってか分からなくなります。はい。たどり着けない時ありますんで、一回気をつけよう、これ。 あのしっちゃがみちゃがなってるし細いしで交通量意外とあるしで、ねまあ、慣れてる方通るんでこれ三条市の本寺高知周辺通るとキャ皆さん気をつけてはい最後でございますえ最後は従の道特に気をつけることはないです <laughs>、はい、特に気をつけることなく。 国道289号線を走れば大体、うん、いい下田のいろんなとこ行けますしそこから付随してね別の道いろいろあるんでその道もあの快適な道となっております、えー、特には一方通行もあまりないので下田には <laughs>、えー、スピードの出しすぎはね絶対気をつけていただきたいですけどそれ以外には特に気をつけることはないので、えー、下田に来る際は有意義なドライブを楽しみください さあ,あ,あぜひですねあのー、僕行ったことないとこに多分いっぱいあるんですよね長岡だとか上越だとか、まあ、新潟県内ね30市町村気をつけるべき道たくさんあると思いますえ新潟県に来る方に向けて発信していきたいと思っておりますのでぜひ新潟県民の皆様からの情報をお待ちしておりますありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします